問題次の文において関係説の先行詞は何 ?The Book と答えてしまった人は今回の授業動画を見て先行詞に関する誤解を解き正しい理解へとつなげていきましょう。言葉の研究室へようこそ。早速冒頭に挙げた例文の正しい構造を示して正解を確認していくと括弧1における関係説の先行詞というのは The Book ではなく Book のみ。 となります。すなわち、この事件時によって示したように、定関詞 the というのは、先行詞 book と関係説が結びついた、ここで言うと赤の括弧でくくった book which I bought yesterday。これによってさ示される対象というのが、話し手と聞き手の間で唯一的に特定できるものだよ、ということを指定しているという役割を果たしている。ここがポイントとなります。では、なぜ今説明したような考え方が大事になってくるのだろうか よくある関係詞の授業では、カッコ1の文を作るにあたって、A と B の二文を足し合わせるといったような説明がなされることが多い。つまり、まず A と B で同じものを指しているものをチェックしよう。ここでは、a book と it が同じ対象を表している。次に、代名詞を適切な関係代名詞に変える。今回は、ものを表す目的格の関係詞、which に変える。 そして次に、この関係代名詞を説の先頭へと持っていく。そして最後に、先行詞の直後に関係説を持ってきて二文をつなぐ。となるのだが、あれれおかしいぞいつの間にか、不定冠詞のあから定冠詞の座にしれっと書き換えられており、悪質な場合だと、このような関詞の書き換えがさもルールであるかのように教え込まれてしまうことすらある。 しかし実際には、関係詞を用いた文を作るときに、二文を結合しているというわけでもなければ、ましてや関詞を書き換えるなんていうルールは存在しない。このことは、これが私が軌道買った本ですという日本語を英訳する際に、定冠詞、ザを伴うものも、不定冠詞、あを伴うものも、二通りの表現がどちらも可能であるという言語事実からも明らかになる。では、このカッコ1とカッコ2、何が違うのかというと、 この私が昨日買った本というものに対してどのような捉え方をしているかそこが問題になってくる <music> まず定冠詞「The」が用いられている過去1の文の解釈というのは私が昨日買った本は1冊のみでありそしてこれがその本ですというようなものしたがってパラフレーズしてやると「I bought a book yesterday and this is it」のようになりこの青の波線で示した「 I bought a book yesterday という部分っていうのは話してと聞き手の間で前提として共有されているものとなってより適切な日本語で訳し直してやるとこれが私が昨日買った本ですというようなものと対応する一方で不定関詞あが用えられた過去2の文の解釈というのは私が昨日買った本は2冊以上でこれはそのうちの1冊ですというようなものになるしたがってパラフライズすると This is a book, and I bought it yesterday is I a and book というようになり、This is a book これは本です。見が分かります。なので、情報の中心はこの赤の波線、すなわちちょうど関係説の中の部分に対応するんだけれども、and I bought it yesterday というように、本なのはわかるんだけど、それってどんな本なのっていう部分が情報の中心部分、焦点となって相手に伝えたいという形になっているわけです。 それでは正確な英文法の知識が英文議会の解像度を格段に上げていくということを実感を伴って体験していただこう監視の選択というのは日本人英語学習者にとって結構大きな学習上の壁となるところですよねですが例えばカッコさん I English know speaks man who speaks English very well a very において不定監視やが用いられているのはなぜかその理由を探っていくと一般的な状況において 英語が達者な人というのは世の中にいっぱいいますよね。そして、この文が言いたいことっていうのは、そのいっぱいいる人たちの中で、英語が達者な人一人を知っていますよ、ということが言いたいから、ということに他なりません。先ほどと同じようにパラフライズしてやると、カッコさんの英文が言いたいことというのは、I know a man and he speaks English very well というふうに、 一人の男の人を知ってるんだけど、その男がどういう人かというと、英語が達者なんだよという、ここの部分っていうのを相手に中心的に伝えたいという英文になっている。そして、もしここが定関心、the であった場合、その解釈というのは、別に世の中に英語が達者な人間が一人しかいないというものでは普通なく、そうじゃなくて話し手と聞き手の間の中で、 英語が達者なことで知られている特定の男の人がイメージされていて、改めて和者が、あ、その男のことは知ってるよということを述べているといった感じになるわけです。続いてカッコ4。This is the hat which I've been looking for。どうでしょうそろそろ英文の気持ち、定冠詞 the の気持ちが解像度高く見えてきているんではないでしょうかカッコ4において定冠詞 the が用いられている理由というのは、まさにその ずっと探し求めていた帽子のことを表しているから。さらに具体的な状況の例としては、なくしてしまって探していた自分の帽子とか、欲しいと思っていたあのプレミアムものの帽子とか、あるいは世界に一つだけという意味で唯一的なものでなくても、なんかこんな感じの帽子が欲しいなと思って探していたら、そのイメージとぴったり合ったまさにこんなタイプの帽子みたいな場合でもいいんですけれども、いずれにしても、I've been looking for a hat. 私が帽子を探していたというところは前提として、and this is it. 今見つけたものがまさにそれなんだ。こういう内容っていうのを表したいのが、カッコ4の定冠詞、the が用いられた文の意味ということになるわけです。 じゃあ、括弧用の文において、定冠詞、the ではなく、不定冠詞、a が使われていたら、この文はどのような気持ちを表す英文となるでしょうか。ぜひ考えてみてください。ということで、今回の授業は以上となります。また、言葉の世界でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。